トマトです。さあ、今晩もプロ野球チップス開封の時間がやってまいりました。早速ですが、開封していきたいと思いますので、ご覧ください。はい、それではプロ野球チップス開封を始めていきたいと思います。では一袋目いきまーす。せーの、はいはい、松井選手と杉本選手。はい、では二袋目いきまーす。せーの、はいはい、峰井選手と和田選手。はい、では三袋目いきます。せーの、はいはい、北山選手と湯浅選手。さあ、今回はサインカード出てくれるか。4袋目いきます。せーの、はい、中村選手と栗林選手。はい、では5袋目いきます。いきます。せーの、はい、お、高橋選手来ましたね。高橋選手はサインカード持ってない。あとウォーカー選手。はい、ではどうか行きます。せーの、はい、お、来た。おー、久々に来ましたね、サインカード、高橋選手。はい、では6袋目行きます。行きます。せーの、はい、あ、おー、2連続高橋選手と柳田選手。まあさすがに2連続高橋選手で2連続サインはないでしょうが、行きます。せーの、はい、うん、まあそうですよね。はい、では7枚目じゃなくて7袋目いきまーす。せーの、はい、レギュラーカードじゃなくてチェックリストと清水選手。はい、では8袋目いきまーす。せーの、はいはい、滝沢選手と、お、村神様来ましたね。さあどうか、いきます。2枚目来るか。せーの、おお、まあまあまあ。はい、では9袋目いきます。せーの、はい、与座選手と山本選手。はい、では10袋目です。いきます。せーの、はい、森選手と山本選手。はい、では11袋目です。いきます。せーの、清水選手とガンケル選手。では最後12袋目です。いきます。せーの、はい、上沢選手と原選手。はい、ということで、ですね、今回は、はい、サインカード1枚目じゃない、1袋じゃあ1枚出てくれました、高橋選手です。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。では一袋目いきます。せーの、はい、牧選手と小川選手。はい、では二袋目いきます。せーの、はい、お、森選手と牧原選手。森選手はただサインカード持ってますね。はい、さあどうか。まあ前半で1枚出てるんでね。はい、いきます。せーの、はい、うん、はい、では3袋目いきまーす。はい、せーの、はい、高橋選手と三森選手。はい、4袋目いきまーす。せーの、はい、大野選手と大瀬良選手。では5袋目いきまーす。せーの、はい、アルカンタラ選手と高梨選手。はい、では6袋目いきまーす。いきます。せーの、はい、愛斗選手と藤浪選手。はい、では7袋目です。いきます。せーの、はい、安楽選手と
島田選手。はい、では8袋目いきます。せーの、はい、上茶谷選手と、お、青柳選手。はい、青柳選手どうか、いきます。せーの、はい、うん、はい、では9袋目いきます。せーの、はい、高橋選手と東浜選手。はい、では10袋目いきます。せーの、はい、佐野選手と宗選手。はい、では11袋目いきます。せーの、はい、柳選手と大勢選手。では最後12袋目です。いきます。せーの、はい、浅村選手と今村選手。はい、ということで、おや、後半戦はサインカードなし、スターカード2枚でした。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、プレイ級チップス、今回ですね、サインカードが1枚出てくれました。はい、良かったです。ということで、はい、長くやってきましたが、2022年第3弾、次回がラスト最終回でございます。ということでね、はい、まあ次回最後で、はい、サインカードを、出ることを願ってね、開封していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。